白浜町で国の名勝に指定されている円月島近くの海で、地元の子どもたちが魚の放流などを行い、海の大切さを学ぶ催しが行われました。この催しは海の中を観察できる船として人気のグラスボート運航会社白浜海底観光船株式会社が海の恵み継承プロジェクトとして企画したもので、今回が2回目の開催となります。参加者たちはグラスボートで沖に出て、まず稚魚の放流を行いました。用意されたのは小アジ500匹で、スタッフにサポートされながら稚魚を入れたバケツを手に持ち、大きくなって帰ってくるようにと願いを込めて海に放流していました。この後海底の観察会が行われ、船内のグラスを通して海底に生息するサンゴをはじめ、グレ、クロダイ、コバルトスズメなどが泳ぐ姿を観察し、歓声を上げていました。船での貴重な体験をした参加者は最後に記念撮影をし、お土産にたくさんの魚の干物をプレゼントされるなど、一日海の恵みを堪能していました。今日放した魚が大きくなって帰ってきてほしいです。海がすごく綺麗でした。魚が帰ってきてほしいです。いい経験ができました。海をきれいにしたいです。この企画を、毎年毎年これからも続けていきたいと思いますし、この素晴らしい白浜の海を皆さんと一緒に守って、次の世代に継承していきたいと思っております。白浜の海、海と日本プロジェクト in 和歌山県は、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として取り組んでいます。海と日本、最後までご覧いただきありがとうございました。海と日本プロジェクト in 和歌山県の SNS チャンネル登録もよろしくお願いします。